OK、今日ね、巷でめちゃくちゃ強いと言われてる鈴木武蔵使っていこうかなと思います。というわけで、いつもの通りアーセナルにぶち込んできたわ。いつもラカセット休みだね。というわけで、鈴木武蔵見ていきたいと思います。いや、身長185センチ。もうこれだけでわかる日本人離れの高さ。来ました。そして、オフェンスセンスが87。もうこれ化け物だよ、化け物で。決定力、ヘディングも87で、スピード瞬発がね、もう、これは止められないんじゃないかっていうぐらいのスピード。92、88。もうこれ、しかもね、身長あってジャンプ力がある。80、93だね。で、スタミナもあって逆足精度も3あるっていうことで。でね、しかもスキルがワンタッチパス、チェーシング、もうセンターフォワードになくてはならない。この2つのスキルがついてるということで、今回使っていきたいと思います。で、プレイスタイルね、ラインブレーカーだね。オッケー、じゃあやっていきますか。いつもの通り、なんか街でだね。オッケー。やべ、いきなりミスった。ういー。しっかりとスライディング、あ、ごめん、マウント。オッケー、後半やっていきます。前半ね、全く鈴木武蔵のボール入んなかった。オッケー。試合はね、結構サッカーは後半が勝負みたいな。松木安太郎が言ってたわ。しっかりとここ、リオネル・メッシから。オッケー、ジャカ、ナイス、ジャカ。ジャカがマジで強い。うわ、おい、普通にバーミヤンが倒されてんだ、オバミヤンが。うおー、すげえ、めっちゃ倒されてる。しかし、ここ、ティアニーが、デリフト。うおー、ティアニー強すぎ、マジ。来たぞ、中入ってきたぞ。オバミヤン、オッケー。おおおお、いや、マジかよ。鈴木武蔵、今詰めたらヒーローだったぞ。しっかりとここ、もう一回作り直そう。いた。うわ、ファンダイク、足なげ。やばいやばいやばい。ナイス、ガブリュー。ガブがしっかりと奪っていく。ガブっていうとなんかガブリアスみたいになって、しっかりとこう、ブカヨサカから、キャ、鈴木武蔵、ブカヨサカ、鈴木武蔵、ウッディ。うわ、手足底辺の壁厚すぎ、ほんと、ベルリンの壁みたい。しっかりとここで奪いたい。ほら、やべ。オッケー、カードの出ないファールはファールじゃないって言われてるもんね。オッケー、しっかりとここ前からゲーゲンプレス仕掛けていくわ。オッケー、ナイス、鈴木武蔵。このゲーゲンプレスが今日しっかりハマってるわ。来たぞ。オッケー、デリフトからしっかりと。いけ。結構いい崩し。うわ、マルキーニョス強すぎ。オッケー、しっかりと PK を。ペナルティーガイキックを取っていく。で、ここしっかり合わせたいな、鈴木武蔵。うわ、抜けちゃった。オッケー、ファーティ。ナイス、グラニットジャカ。待て、やべ。 ちょっと待って、スライディングしちゃった。止めろ。うお、はて、うぃー。来たぞ、ガブリエ。後ろで作っていこう、しっかり試合を。来たぞ、ここのワンツーマジ強いな。来た。はい。はい。うわ、なんで止めんの。止めなければ今、鈴木武蔵強すぎ、ワロタって言おうと思ったね。しっかり止められたわ。しっかりこれ合わせます。鈴木武蔵に。押せます。うわー、マジかよ。身長足りねえ。お、またこうなじゃん。OK、ここ鈴木武蔵に合わせてみます。で、キッカーね、グラニートジャカに蹴らせます。ここでね、鈴木武蔵決められないと、今日のタイトルが回収できない。待って。うわー、マジか。このままじゃなんか、顎外れないまま終わるんですけど。鈴木武蔵強すぎて顎外れたわっていう動画作れないわ、今日。待って、しっかりと。まずいぞ、普通にまずい。74分、もうまずいぞ。こういうの普通多分点取るまでやるんだろうけど、俺もう1試合で終わります。オッケー、鈴木武蔵、ワンツー、来た。ファンダイク出ろ。来た。うわ、デリフトがいなければ今普通に鈴木武蔵にとって今バンバンザイだったね。しっかりと奪っていく。で、トニクロスからパーティー、ベジェリン、来た。ここワンツーしよう。うわ、ケビン・デブルイネね。オッケー、ここワンツーでかすぎ。来た。もうファンダイクと勝負しよう。うわー、一発で負けた。おお、当ててきた。しっかりと奪って。待って、前で奪いたい。後ろまで行ったらまずい。やばい。相手スピード勝負だ。うぃー、足出した、取れた。ナイスカットだね、今の。感動も。うわー、やべえ。ナイス、ジャカ。待って。普通に、見どころ来たー。最後の最後に見どころ来たわ。もうこれパス出さないで自分で行きます。あれ。OK、 まだあと3分あるわ。この3分で決めれたらでかくない？もうラスト3分。なんかあるよね、なんかそういう
沈黙のクォーターみたいな、残り3分が大事だよみたいな、そういうのあるから、この3分で決めます。待って待って待って、ナイスナイス、部活さが来た、まだあるまだある、まだ助かる、まだ助かる、来た来た、武蔵行くぞ、これもう一人で行こう、行け、うおー強すぎ、強すぎて顎外れそうでした今、いや強すぎだな本当に。オッケー、鈴木武蔵めっちゃ強かったわ。というわけでみんなも鈴木武蔵使ってみてはいかがでしょうか、ということで終わろうかなと思います。いやバケモンだってね、バケモン平均速度13、もうトラクターよトラクター。オッケー、じゃあ今日も終わりにしたいと思います。バイバイ。